明治神宮野球場です。まずは1回の表、先頭バッターは長野。決まってストライク、いきなり150キロ。ボール、カウントワンボールワンストライク。3球目ストライク。第4球を投げた、危ない球。次は5球目、投げた、インコース高めいっぱい、見逃し三振。ギリギリのところに決まった、ストライク。第2球投げた、直球見送ってストライク。軽く追い込んでまいりました。チェンジアップ、空振り三振。竹下、見事なピッチングです。バッター、恐怖の核弾頭坂本。インコース高めストライク、伸びのあるストレート、空振り。投球は3球目、投げました、外角高め、空振り三振。最後は伸びのあるストレート、竹下連続三振で。2回の表、これからジャイアンツの攻撃に入ります。トップバッターは楊、通算105本塁打まであと5本としています。2球目ストライク。第3球は見逃しの三振。バッターは5番マギ、投げました、打ちました、初球打ち、これは内野ゴロ。畠山取った、竹下取ってアウト、これで2アウト、ランナーありません。投げました、ストライク。第2球打った、レフト方向へ持っていきましたが取ってアウト、3アウトチェンジ。竹下、この回ピシャッと3人で抑え。3回の表、これからジャイアンツの攻撃に入ります。この回のトップバッターは石川、投げました、打ちました、バットの先っぽ、これは内野へのフライだ、セカンドを落下点、取りました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは8番小林、現在の打率は1割8分6厘。ストライク、もう追い込んでいます。投げました、流し打ち、どうだ、ファウルグラウンド、キャッチしています。第9投げた、アウトコース低め、ボール、慎重に攻めてきます。第3球を投げた、ストレート見送ってストライク、追い込んで第4球を変化球、空振り三振。低めの変化球でスイングアウトを取りました。竹下、下位打線を三者凡退、0点に抑えています。3回、0対0で迎える3回です。バッター、竹下、投げた、スクリューはボール。第2球投げた、スライダーボール、カウントは2ボールノーストライクです。打ちました、ボールはレフトへ飛んでいきました、掴みました、これで2アウト。ゲームは中盤4回に入ります。先頭バッターは長野、初球高速スライダー、空振り、少し迷ったか、決まった、ストライク。さあ2ストライクと追い込んだ、外角低め、空振り三振。竹下、ナイスピッチング。第9投げた、決まってストライク。第2球投げました、2球目ストライク、簡単に2ストライクと追い込んだ、アウトロー、空振り三振。片岡、全くタイミングが合いません。第9投げました、初球はストライク、まずは決めてきました、アウトロー、空振り。第3球を投げました、1球外してボール、カウントは1ボール2ストライクです。打った、山田、ボールを取る、1塁送球、アウト、3アウトチェンジ。竹下、好投を続けています。4回の表が終わって0対0。5回の表、これからジャイアンツの攻撃に入ります。トップバッターは楊、通算105本塁打まであと5本としています。現在の打率は2割4分8厘。追い込んでから投げました、147キロ直球、空振り三振。竹下、見事なピッチングです。第9球ボール、第2球投げました、決まった、ストライク。第3球を投げた、ボール、内角低め、カウントは2ボール1ストライク、低めいっぱいストライク。追い込んで第5球、内角高めいっぱい、見逃し三振。第9球、初球決まってストライク、初球ストライクから打ちました。第3球を投げた、打ちました、ファール。第4球を投げた、インコース高めいっぱい、見逃し三振。内角高めいっぱいに決まった。0対0で迎える6回です。バッターは宇佐美、外角低め、見送ってストライク、投げた、打った、三遊間のゴロ。
サードから一塁送球アウト。これでワンアウトランナーはありません。代打はラキア。ジャイアンツ続けざまに代打を起用してきます。第2球投げた、2球目ストライク。第3球完全に外れた、ボール。カウント1ボール2ストライク。さあ投球は5球目、アウトコース低め、空振り三振。最後は148キロストレート。初球見送ってストライク、伸びのあるストレート、直球ストライク、タイミング合いません。外れた、ボール。カウント1ボール2ストライク。148キロ直球、空振り三振。2者連続三振になりました。竹下この回、さあここは守備を変えてくスワローズ。この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターピッチャー竹下、初球を打ちました。ボールはライナーで左中間へ、ヒット。バッターランナーは一塁蹴って二塁へ。竹下ツーベースヒット。スワローズ先制のチャンスを迎えます。先ほどヒットを放っている坂口、決まってストライク。第2球投げました、インコース低め、ストライク。第3球を投げました、膝元、空振り三振。坂口遠洋にやられてしまいました。投げました、見送ってボール。第2球真ん中ストライク。第3球を投げました、ボール。これは完全なボール球、ツーボールワンストライク。バッティングカウント、直球ストライク。さあ5球目、打ったい当たりだ、ボールはライナーでセンターを取りました。これでツーアウト、ランナーは二塁変わりません。第1球決まってストライク、伸びのあるストレート。第2球低めギリギリいっぱい、ストライク。バッター追い込まれました、ランナー走った、三振。明治神宮、ゲームはこれから終盤に入ります。先頭バッターは長野、ここまで2三振といいところがありません。第2球投げました、インローギリギリいっぱい、ストライク。軽く追い込んでまいりました、アウトコース高め、空振り三振。最後は148キロストレート。第1球投げた、初球カーブは空振り。1球目空振りから第2球、これもしかし空振り。これで追い込みました、投げた、ストライク、見逃し三振。竹下3球で仕留めてみせました。投げた、内角低め見送ってストライク。まずは入れてきました、投げた、チェンジアップ決まってストライク。149キロ直球、空振り三振。竹下見事なピッチングです。8回の表、これからジャイアンツの攻撃に入ります。トップバッターは陽、通算100号本塁打まであと5本としています。ここまで2打席連続三振。投球はこれから3球目、内角高め、空振り三振。陽全くタイミングが合いません。投げた、ボール。投球これから2球目、カーブ見送ってストライク。投げました、ボール。カウントは2ボール1ストライクです。チェンジアップはボール。カウントは3ボール1ストライクです。ストライク。第6球を投げました、打った、痛烈な当たり、クリーンヒット。竹下これで完全試合は夢と散りました。さあジャイアンツ、右バッターボックスには村田、今日はレフトフライと三振。これはストライク、ボールを二塁へ送った、盗塁を許します。寺内今シーズン3個目の盗塁を決めています。第3球流し打ち、ファール。次が4球目、投げました、ボール。完全なボール球、カウント1ボール2、空振り三振。ボール球で仕留めました。バッターは7番宇佐美、ストレートはボール。投げました、見送ってストライク。第3球を投げました、リーハイ空振り、145キロストレート。高速スライダー、ボール。カウントは2ボール2ストライク。145キロ直球、空振り三振。ピンチを連続三振でしのぎます。0対0で迎える8回です。バッターは竹下、投げた、初球を打った、ボールはライナーで左中間へ、ヒットになります。打球が転がっている、ボールは中継へ。竹下ツーベースヒットを放ちました。スワローズ先制のチャンスを迎えます。打順はトップに帰って坂口、今日はここまで3打数1安打1三振。投げた、まっすぐ見送ってストライク。早くも追い込まれています。ランナースタート、打ちました、センター落下点に入りました。掴んでこれで3アウトになります。得点圏にバッターは代打亀井。第1球外角低めいっぱいストライク。
第2球打った一、二塁間ライナー破っていった。亀井ナイスバッティングです。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。あーっとショーフライになった。掴みました。送りバント失敗。これでワンアウトランナーは一塁変わりません。膝元外れてボール。さあ次の投球見送ってストライク。投げた変化球ストライク低め追い込んでいます。ストレート空振り三振。バッター不屈の男阿部第1球投げた高速スライダー見送ってストライク。ボールカウントワンボールワンストライク。投げた投球ストライク。キャッチャー二塁へ送球盗塁を許します。亀井今シーズン初盗塁。得意のストレート空振り三振。2者連続三振でピンチをしのぎます。パケヒゲームは延長に入ります。バッターは恐怖の核弾頭坂本スワローズ。このバッターだけは塁に出したくないところ。投げました直球ストライク林道へ。もう追い込んでいます。カーブ空振り三振。坂本全くタイミングが合いません。投げました決まったストライク。伸びのあるストレートアウトコース低めいっぱいストライク。第3球を投げました高速スライダー空振り三振。竹下見事なピッチングです。投げましたボール投げました空振りタイミング合いません。第3球を投げた3球目ストライク。第4球を投げたインローチェンジアップ外れてボールカウント2ボール2ストライク。打ちましたいい当たりヒット寺内いいバッティングを見せました。さあ2アウトから先制のランナーが出ました。初球空振り第2球ランナースタートを切った。2塁送球はどうだタッチはアウト盗塁を阻止しました。延長10回の表が終わって延長11回の表これからジャイアンツの攻撃に入ります。先頭バッターは村田今日はここまで3打数ノーヒット2三振ストライク。これで追い込みました。インハイボール強気で攻めてきます。インロー空振り三振。まずは先頭バッターを三振に切って取りました。初球から打ってったライトの右アルボー。第2球カーブは空振りこれで追い込みました。追い込んでから第3球を見逃し三振。竹下ナイスピッチング。バッターは8番亀井第1球見送ってストライク。1球目ストライクからストレートはストライク。さあ2ストライクと追い込んだ。投げた変化球空振り三振。竹下見事なピッチングです。竹下連続サヨナラ勝ち。スワローズ見事勝利です。さあ本日のヒーローは2名。まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大